いきます。それはドラド尖ったツイートしてて草生えた。そんな尖ったツイートしたっけ？なんか言った俺。グッドラック、センキュー。グッドラックです、センキュー。いきます。まずは、古代の原っぱというステージです。サルゲッチというゲームは、名前の通り、猿をゲッチするゲームです。この通り、四角ボタンに設定してあるゲット網というガチャメカを使って、ヒポ猿を捕まえていきます。まず、第一ステージの古代の原っぱをクリアしました。次のステージ、第2ステージ、チャプチャプ池に行きたいと思います。ステージをクリアするたびに、このタイムステーションに戻されちゃいます。そして、チャプチャプ池に行く前に、次の新しいガチャメカ、水メカを手に入れることができます。この水メカというガチャメカを使うことで、なんと水中を泳ぐことができます。水中にいるピポサルをゲッチュすることもできます。陸に上がって次のステージへと向かいます。水中に入ったら水メカは自動で起動します。次のステージ、チャプチャプ池です。最初のピポサルを捕まえるところが一番難しいです。早速、水中に入ったら、陸に上がって崖の上にいるピポサルをゲッチュ。そして、崖から降りて、すぐさま2匹目をゲッチュ。そして、最後の技が見どころです。間に合うか、解説。間に合うか。20% シャックス。ルフィ。サルゲッチは、サルゲッチ4はいつ出るんだ？あっち、VTuber スクショしてキモいみたいなもん。いや、それはちょっと、こっちを、それは尾ひれがつきすぎ。尾ひれつきすぎだけど、キモいなんか一言も言ってないけど、間違えた。なんかやっちゃうんだよな、最近この。なんかこの、最近、パチンガーを四角に装備する動作を関係ないところでやっちゃう。なんか、いない？なんか最近めっちゃ増えたんだよな、こういう。全然その人に興味ないのにフォローして、要はフォロバー目的。フォロバの、フォロワーの数字を上げたいためだけのフォロー。俺の放送なんか見てないし、なんならサルゲッチなんか1ミリも興味ないし、RTA にすら興味ないようなやつが俺のことをフォローして、でフォローされなかったらそれを解除する。そのカスみたいなやつが多すぎるから、多すぎる上にどうせ俺のことなんか見てないだろうっていうことで、名指しというかがっつりスクショして文句言ったわけではないけど、別にそういう人たちのせいで俺はツイッターのフォロワーをやめました。フォロー会社は？この位置でポスト誰が読むねん。ツイッターのフォロー返しをやめてしまいました。本当にフォローしてほしい人もいるのに、絶対。その上でしかもおすすめ欄以外のツイート見なくなりました。でも多分リプライ返してくれた人、リプライくれた人にはフォロー返してる気がする。多分。全部じゃないかもしれない。見逃してるとこもあるかもしれないけど。ほら！なんで？
鍵開かない人は絶対無理。リプライ送れないから。ツイッターの使用上に。頑張れ。ああいうのマジしょうもないんだよな。数字稼ぎのフォロー。うわーやめてよ。全部フォロー返してたんだけどね。別にそれだけが原因ってわけでもないけど。鍵開けでいいねしてる。まあそれはそれでいいけど、それはそれでいいでゲスが。マジ困るんだよな。名指ししなくてもいいやんと思ったが、言いたいことはくれる。別に名指し、どうせこの人は俺のツイートなんか見てないんだから、こんなデタラメにフォローして。デタラメにフォローして、俺のことなんか俺のツイートなんか1ミリも見ないから、いいんだよ別に。くだらなすぎて。よっしゃ。こんなもので、こんな卑怯な真似して手に入れたものはすぐに消えるから。ズルして手に入れたものはすぐに消える。出し抜いて立ち回って手に入れたものはすぐに消えた。ゴリアックアーマーのランスが悪いのも手当たり次第フォローすればいいのぜ。間違いない。うわーやめて。あー、前回ゴリアックアーマーのランスあと1個良かったら世界出てんのに、あと1個良かったら世界出てんのに、良くないせいで、あと1サイクル早ければ世界出てんのに、良くないせいでもう一回走ってます。で、あと俺録画してない気がします、この走り。それはそれでいいか。インスタで同じことしてきたスピリチュアル系の女は5000フォロワーに落ち着いて割と伸びてた。どういうこと？あ、録画してる。偉っ。でもその5000ってさ、本物の5000じゃないじゃん。偽物の5000じゃん、それって。偽りの5000じゃん。ちなみに女は全員スピリチュアルだから、スピリチュアル系の女は、あ、ちょっと。スピリチュアル系の女って二重表現になってるよ。間違えた。ナイス。あ、バグってる。見た今の。なんか誘導玉がバグる現象。この前の誰彼構わずフォローしてきた人、そう。まあ、そいつだけじゃないけどね。いっぱいいるよ。
ツイッターを活発に頑張ってる系の VTuber に多い。めちゃくちゃ多い。めちゃくちゃ多いけど、その人の YouTube とか見ると1ミリも伸びてないし面白くもない。そういうことなんや。ふう、その仮初めでいいんかと。うわ、気づくかそれ。そいつどうせ20ぐらい、20もいんのかい。なんなら Twitter は5万人なのにね。やったー。女ブーストがあってもそれかって考えたら、まあそうか。程度なら応援してあげた。俺のことも応援してくれる？ちょっと待って、水飲む暇がないんだが。水飲む暇は今です。グビッと。もう応援してる。Thank you。 代わり水飲んどいた。代わりとかないんよ。喉共有してないわけ俺ら。俺は俺の喉、お前はお前の喉。クルーザーが青4なら水飲む暇できる。でもそれはね、ぶち切れてる俺が。その飲んだ水をすべて撒き散らした上に、お尻の穴にパイナップルを詰めて、街中を裸で全裸で逆立ちしながら回ってるね。はい、あー、ここむずいよな。ここが一番むずいな。いや、ここが一番むずいな。くな。ここむずいんよ。気まずい。今更だけど遊びに行かないってことだったやつ、猫カフェ行かないだったらワンチャンあった。ないね。お、乗るんかい。ね、まあ、遊びに行くこと自体が。セイ！は？やるね。遊びに行くこと自体が別に乗り気じゃないというか、当然だけど。異性と猫カフェはデートすぎて食事を行きそう。お金払ってくれんなら行くよ別に。
ったら別に楽しめないな。楽しめない日、楽しめない日し、俺今にゃんこ大戦争やってんだ。俺にゃんこ大戦争やってるから、猫カフェ行ったら多分出撃させちゃう。行ってこいっつって。生産しちゃう。キモ猫出撃させちゃう。ピザ割り勘しよう。マジで返してほしい。今までのお金。おごってくれるなら行くけどね。飯だったらいいんだけど。うわ。タンクとキモアズ。タンクはマジで重要。ニャンコ大戦争において壁はマジで重要。まさかあれが、最初の頃はまさかあれが一番使うとは思ってなかった。壁を一番使うとは誰が思ってただろうか。ドラゴイコールブンブン先生説あります。ぶん殴ります。カメラマンに弱い。最悪だ。これね、一回こっち行ってから。いや、微妙。センスね。その手のゲーム、タンク重要。やっぱそうなんだ。壁がいて、その後ろ側で強いやつが攻撃してくれて敵を倒していく。まあ、それが鉄板なんだろう。こんばん、グッドラック、センキュー。猫ムートと猫バルキリーで何とかしてた時代が懐かしい。未だに猫ムート使うからな。いや、マジでもうやめ、やんない。俺ガチャ10、レアガチャ10連して、激レア一体も当たんなかったからマジでもう二度とやんない。猫缶1500必死に貯めて引いたガチャが超爆死だったからマジでもう二度とやんない。ガチでやんない。やめる。絶対やめる。しかも今日なんかバグって朝、スタミナ回復してなくて、普通に、その分損したからもう本当にやらない。しかもなんか勝てないステージを、勝てないステージを一生やんないといけないからもうやんない。結局勝てないし。手荷物検査なんよ、ガチャの。いいやつも当たんない上に。あ、いいとこいる。ふぅ、いいやつ当たんない上にステージもクリアできない。罪です、これ。もう絶対やんない。100% やんない。引退します。引退します。もう RTA やります。にゃんこ大戦争の RTA でもやろうかな。スイッチ版買って。おもんないか。ガチャゲーでしょ。くだらねえ、もう。ソシャゲはマジでやめた方がいいよ、みんな。なんかやってたら。ちょっと君邪魔だね。待て。うわ、これミスるけど、ミスり方がいい感じでよかった。スイッチのガチャガンガン回せるから回そうね。でもなんかそうじゃないんだろうな。
あー、ソロオッツ間に合う。イエーイ、ポケモンスリープですあれ。ポケモンスリープはポケモンスリープでテンポが悪いです、本当に。テンポなんか求めてんじゃねえよってゲームかもしんないけど、ほら、オッケー。ここなんかさ気まずいんだよね。ガチャメカを、あ、いきなりゲームの話してごめんね。誰も興味ないゲームの話して申し訳ないけど、ガチャメカを切り替えるタイミングが、飛びとんぼの着地硬直があって、それですごいね、ガチャメカが遅いんよ。次の発動まで。それが気まずい。どうしたらいいんだろうか。なんかキャンセルする方法ないかな。まずいんだよ、あそこ。シュ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 。あれ？おお。見たい時にいろいろ操作しないといけないのかあれ。ね。まあ、まあ、ポチポチ押すだけだけらいいんだけど。どっちかって言うとだるいのは朝かな。朝とか月初、月初じゃない、週の初め、月曜日。おお。グー。シュアジメガチで改善するしね。何回レベルアップの演出見るねん。あれ飛ばせるようになったんかと思ったら、別にあの演出は出るし、あの演出は出るだけだから、別にあれ自体をカットしてくれていいんだけどな。レベルアップしました。ああいうのはドラクエとかあの手の敵を倒して経験値が手に入りましたぐらいのあれでいいよ。あれでいいのにな。ありがとう、バイバイカビゴンみたいなやつ。私そんなこと言わないって、お前しようも。言わされてんだよ。あ、でもあれ言わないといけないよ、ちゃんと口頭で。俺は毎回言ってるよ、あれ。ありがとう、バイバイカビゴン。毎週お別れしてるよ、ちゃんと。あなたのセリフがあると絶対読んでるから。本気出して、本気で読んでるから。全力で。ありがとうって、カビゴンはただ飯食ってるだけやん。確かに。あいつは別に何もしてくれてない。まあ、ポケモンを引き寄せてる可能性はある。デブなのに。マジ、馬好きない？馬くない？あなた。最速なんだけど。あ、下手ー！あ、笑った！やべ、3逃し。これね。うわ、そっちか。いや。
間に合わないっす。うわゴリラの味噌煮込み。怖いや。R1 死ねそう。いや、今のはね、丸ボタンが出なかった。なんでお前そんな低いねん、高度。この飛び玉の仕様、毎回謎なんだけど。高度めっちゃ低い時あるんだけど。普通に何？あー、最悪だ。お前、ミリモンのあいつじゃん。いいもんじゃねえよ。バトーレの黒パンツ並みに強い。バトーレの黒パンツピポサル最強定期ガチで。あのマシンガン最強定期ってか遅すぎ。笑った。あと俺今日関係ないけど、チョコザップのトレーニングめっちゃ重量上がったから、すげえ調子良かった。喉の調子悪いけど、体の調子はめっちゃいい。パワーが出てた今日。普通に筋肉がついて成長したか、調子良かったか。もうそろそろ1ヶ月ぐらい経つわ多分。ザッパーになってから、チョコザッパーになって収録で通って1ヶ月。大した変化なし。体に大した変化なし。下手。邪魔ないよね。どうしたら、まあ時間かけるしかないか。がっつり筋肉つけるには。成果なくてジムやめちゃうんだよね。いやまずそれ。人は成長しなかったら飽きるから。あのプロゲーマー梅原大吾も言ってた。ゲームに飽きたっていうのは、それは飽きたんじゃなくて成長してないからだ。成長しないと人は飽きる。そして俺はレインボーを出す。これが成長だ。キングダム見終わった。おい、キングダム何話あると思ってる？すげえ多いぞ。全然見終わんない。やっぱ成果ないときついよな。成果が欲しい。筋トレの成果ってさ、どんぐらいで出るんだろう。でもそんなガチガチに追い込みまくってるわけでもないし、そんないっぱいマシンがあるわけでもないから、なんかそんなって感じ。あんまり筋肉痛になってないしな最近。半年で、どんぐらいになるの？もう明らかに変わる？明らかに体変わったなってなるかな？
がっちりになりました。食を変えないとダメ。いや、もうそれは大きい。本当に。食事ってね、一番大事だよ。やっぱり人間を作り出す一つの要素として、食事と睡眠。もう。ここの蜂を駆除してください。まず。公園に蜂がいることが、まず、危ないと思いませんか？ギャッ。配置がすごく悪い。成果出ても長期出張とかで習慣なくなると続けるのも難しくないから。ああ。でも、間違えた。あ、間違えてるよーん。チョコザップは全国にあって、どこのチョコザップも行け、でも行けるから、大丈夫。出張でも行くわ。マックは体に悪いよって言ってタバコ吸ってるやつは全員殺す。俺が。マックなんか食ってるから筋肉つかないんだろうな。でも今日重量上がったの嬉しかったな。シンプルに。きつー、これやっば。やべ、これ死ぬ。いいよ、安定取ったのはマジで偉い。今さすがに配置悪すぎ。配置おるし。いや、いいいい、タイムはめっちゃいい。いやー、マック食いてー。俺マック食った時に記録出てる気がするんだよな、確か。明日マック食おうと、食おうかなって思ったけど、多分明日焼肉行くわ。明後日マックにしよう。定期的に侍食って食べてる。人食の民もいます。人食いの獣もいます。人食い獣も見てます。当たんのかい。エイム良すぎ。ダステルボックス。おい。焼肉にマック持ち込めばよくね。よくねえ。よくねえ。RTN ジャパンで、ミームばっか使ったしょうもない解説してるぐらい、よくねえ。おう。ゲームの解説1ミリもしないで変な言葉ばっか言ってる解説ぐらいよくね。お前バカアホったれだけど正義の帰還。これでいけるんだ。牛角でいいから終わってくれ。牛角でだと。牛角を舐めるなよ。手元ずれたし。あ、下手。なんか俺のロムこいつの当たり判定めっちゃ狭い気がするな。今日敵対空性能高くない？高い。コサルにも落とされたし、さっきのにも落とされたし、まあでもそれはね、あるあるなんで。こう3回行って全力ポンポンで打たれないことを祈りつつ、お前どこに行くねん。ああ迷いすぎ。ボタンを押すのに迷った。いや、明日の自分が生きれるかどうかを迷った。はい、完璧。いや、いいね。自己名が早い。世界も早い。しょうがないから、スタミナ太郎でいい。牛角行きてえな。牛角行きてえ。スタローでもいいけど。
寿司でもいい。肉肉鍋島でいいかと思って。鍋島はうまいよな。その辺の高級焼肉よりもいいと思う。その辺の高級焼肉行ったことないけど、うまっ。女子の焼肉食べたいで牛角選ぶか。私なんでそんな女殺せ。やべ、おお、うまいね。リカバリー天才だね。かっこいい。ありがとう。お前降りてこないんかい。牛角選ぶとアウトな女がアウトだわ。俺の視界から消えろ。お前を牛角にしてやろうか。言ってあげろそれ。私牛角はちょっとって言われたら、お前を牛角にしてやろうかって言え。私ちょっと牛角、牛角みたいな安い店はちょっと。出たこれ。あ、いいね。最近よく起きんな。これさー、どっから行くのがいいんだろうな。起きるのかな。ああ、動線がうまい。ライクにぶち込んだけ。焼肉ライクいけ。そういう女は。さあ、今日の無料ガチャ、ランスタイム。前回、赤さんかな？赤さん、青一かな？多分。知らない人に説明すると、こいつのボス戦の攻撃、赤色が出たら早い、青色が出たら遅い。それだけ。それを4回祈ります。はい、ゴミです。青です。青の UFO 攻撃が出た時点で6秒遅いです。赤、よし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 。1-1ね。今、まあ、確率半々だから、確率半々だから祈るしかない。確率半々だからどうのこうのって思ったけど、ただ祈るしかない。ここ乱数なので、にゃんこ大戦争で乱数調整しかない。にゃんこ大戦争実力だからね。ちなみにあれが一番乱数ない。いいね赤。もう一発、もう一回。グーッ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 。攻めすぎだね今。これ前回と一緒ぐらいのタイムかな。お、爆裂音きた。オッケー。一個猶予あり。あれ、あと2回。はよ。ラス1。なんかゆっくりじゃない？よき。エクスプロージョンがちょっとだけ遅かったぐらいか。
あと細かいところはなんかボス戦で遅れるからしょうがない。よい。最近地上攻撃行きそうで怖い。あれね、あれトラウマになるんよ。それがトラウマなんよ。別にあれも確率なんだけど、確率なのかな、あれバグだと思うんだけど、あれ処理落ちの処理落ちのバグだと思うんだけど、うん、まあでも確率ないよあれ。確率のトラウマね。あとここ怖いんだよな、バルーンの居場所でもう全て終わる。何行かれてんのかお前。ちょっと待って、怖い。危ねえ、よかった。今俺ダッシュープ閉じたの偉い。殺そう。殺せなかったな。誘導弾拾った。ようーこそ。これ左手から緑の弾が離れた瞬間に爆裂弾を撃つことで、ちょうど相手の無敵が切れるタイミング。この団長太っちょのボス戦のボスの無敵が切れるタイミングで、おかしい。チンコにボン、見るもんでボン、バーン。最後ムービーに行く前に若干ダッシュープを回しておくことで、ダッシュープが回ってる状態を保持できて、ムービーが開けてからすぐにダッシュープを回すことができますよっていう技があります。これで 0.05 秒ぐらいの短縮。ここのショートカットが見つかったら大革命、大革命が起きる。一向に見つかってない、一向に見つかってないし、誰も別に研究してない。誰か見つけてくれ。なんかここは見つかるだろうなって思ってんだけど、見つかんないんだよな。見つかんないし、見つけようがないのかな。そもそも動けないもんね。3、4、5、6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 、
6回避けてあとは何もしないでおきます。こうすることでダメージを調整します。残り体力を調整することで次のお化け屋敷で乱数が悪くてもリカバリを早くすることができます。まあ必須ではないです。ここ必須ではないし難易度も上がるから初心者はおすすめしない。でここはなんか歩いていかないと、手前で結構ゆっくり行って歩いていかないと針に当たっちゃうので、ちゃんと歩いていって崖つかまりしないで。この幽霊が迫ってきてるのが怖い。ここガチャメカを変えて左でした。左から右で次降りてきたところをガチャ。結果的にリカバリはしなくてよかったけど、ここで3匹捕まえられずに、1匹捕まえられずに逃げられてしまった時は敵のダメージ、敵の攻撃を食らうことでダメージを受けてデスグラして再度ステージに入り直す。それを高速でやります。そしてここはステージに入る前にダッシュループを回すことで、ここのムービー、中瀬と夏美を助けたんだねのムービーをの短縮を早くできます。原理は知りません。解説追いつかなくない？これバンバン爆裂。あービスケか。他メカ四駆4台出してくるんですけど、ちょっと邪魔だな。4台のうち1台が
ビスケットもしくは爆裂玉を持ってて、多分37ぐらいかな。37で3が爆裂玉、3割ぐらいの確率で爆裂玉落とすんだけど、まあビスケットだったらもうしょうがない。ウィスッス、グッドラックス、センキュー。まあここまではいいペースかな。うわ、ミスりそう。で、お城が空を飛んでいるのムービーをかっ飛ばしたら、いよいよスペクター城へ。ニョスです。で、スペクター城からの暗黒城。で、まずは、右側の部屋に行きます。右側の部屋に行って、ピポサルにスイッチを押してもらいます。この辺で落下。俺ピポサルに気づいてもらってスイッチを押してもらってギミックを起動しつつ、この後見てください。はい、ですることでグイッと戻ることができますと。戻ったらスイッチを押してもらったおかげで BGM が鳴った上にこいつらが出てくるので全然撃ってこない。あー、行き過ぎた。4発あんだけど。神か。今のため息は緊張のため息。待て。うわ、緊張する。ここうん、緊張する。涙出る。緊張する。あ、待って、ごめんなさい。デレデレデレってデレデレってデレ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 ってデレ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 って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 デレデレ。やっぱ意味わかんないミスしちゃった。やっぱ意味わかんないミスしちゃった。やっべ、意味わかんないミスしちゃった。やっべ。あ、やっべ、意味わかんないミスしちゃった。やっべ。これ俺死ぬかも。これ俺怒られるかも。これ怒られるかもしんない。俺これ怒られるかもしんない。やべ。しかもめっちゃランスイユー。ランスイユーに怒られるかもしれない。あ、しかもそんなランスよくない。あ、これ出たわ。ちょっと待って。あ、間違えた。あ、これしかもやっちゃった。やばい、俺これ人生で一番やらかしてるかもしれない。ちょっと待って、俺サルゲッチ RTA 人生で一番やらかしたかもしれないこれ。ちょっと待って、俺サルゲッチ RTA 人生で一番やらかしてるかもしれないこれ。俺マジでサルゲッチ人生で一番やらかしてるかもしれないこれ。やべ、俺これマジで一番やらかしてるかもしれない。
やっべ、一番やらかした。一番やらかした。やっば。マジでくだらないことやっちゃった。待って。やばい。逃げたい、このまま。待って。やばい。逃げたい、これ。やばい、これ。逃げたい。今すぐ配信停止を押したい、これ。なんか一番やらかしちゃったわ。これやべ。俺、すっごいやめたい。やばい、すっごい嫌。なかったことにしてもいい。なかったことにしてもいい、これ。なかったことしてもいい、これ。なかったことにしてもいい。なかったことにしてもいいかもしんない。まあ、いっか。いやー、俺、マジでやるか。